はい、どうも。今回はですね、ゲンガーの入手方法を2つ解説します。で、まず1つ目がレイドですね。このようにマップ上で光っているテラレイドアイコンのレイドに参加しましょう。ゲンガーは星5、星6のレイドに出現するので、光っているアイコンですね。で、ゲンガーのレイドは18タイプ、すべてのタイプのテラレイドに出現するので、自分が狙いたいテラスタイプのゲンガーを狙うのが、おすすめですね。で、おすすめのテラスタイプは個人的にはノーマルですね。ゴースト技を無効化しながら、ゴースト技で反撃することができるし、なおかつ今環境ポケモンにもなっているサーフ号やミミッキーにも強いからですね。なので個人的にはこのノーマルテラスタイプのゲンガーがおすすめです。で、他には地面技を無効化にする飛行テラスタイプもおすすめです。で、レイドのゲンガーの能力値を見ていきます。5V のゲンガーですね。性格はおっとりです。テラスタイプはノーマルで、特性は呪われボディで、覚えている技はこの4つですね。特攻に特化したゲンガーです。で、2つ目のゲンガーの入手方法も解説します。まずはですね、発光シティに行きます。で、発光シティ南に着いたら中央の広場に行きます。で、中央の広場にこの女の人がいるんですけど、で、この人にバチウニを渡せばゴーストと交換してくれるんですけど、その交換するときに通信交換したってことになって、ゲンガーになるんですね。で、バチウニはしかも発光シティのすぐ近くのここにいるんですよね。なのでここで捕まえて、さっきの女の人に話をかけて交換しちゃうのがおすすめです。ここにバチウニがいますね。で、このバチウニを捕まえて、さっきの女の人に話をかけてみます。で、これでバチウニを選びます。で、そうするとゲンガーに進化します。ただ名前がチミちゃんになってるんですよね。で、しかもこれ名前変えられないんですよね。そこがかなりデメリットですね。はい、というわけで、現状ゲンガーを一人でゲットするにはレイドか発光シティの交換ですね。この2つのどちらかでゲンガーをゲットしましょう。はい、というわけで以上となります。引き続きスカーレット・バイオレットの動画を投稿していくのでよろしくお願いします。それではまた。